国家斉唱一節の前奏の後ご唱は願います。ご着席願います。式辞、内閣総理大臣。天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表、多数のご列席を得て、全国戦没者追悼式をここに挙行いたします。苛烈を極めた先の大戦において、祖国を思い、家族を案じつつ、戦場に倒れた御霊、戦火に遭い、あるいは戦後遠い異郷の地で亡くなった御霊、今その御前にあって、御霊安かれと心よりお祈り申し上げます。今日の平和と繁栄が戦没者の皆様の尊い犠牲の上に気づかれたものであることを、私たちは片時たりとも忘れません。改めて衷心より敬意と感謝の念を捧げます。いまだ帰還を果たしていない多くのご遺骨のことも脳裏から離れることはありません。一日も早くふるさとに戻られるよう全力を尽くしてまいります。戦後我が国は平和を重んじる国として、ただひたすらに歩んでまいりました。世界をより良い場とするため力を尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、歴史と謙虚に向き合い、どのような世にあってもこの決然たる誓いを貫いてまいります。争いの温床となるさまざまな課題に真摯に取り組み、万人が心豊かに暮らせる世の中を実現する、そのことに不断の努力を重ねてまいります。今を生きる世代、明日を生きる世代のために、国の未来を切り開いてまいります。終わりに今一度、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様にはご多幸を心よりお祈りし、式辞といたします。平成30年8月15日、内閣総理大臣安倍晋三。
会場の皆様、ご起立願います。この後、正午の時報合図に戦没者に黙祷を捧げます。黙祷を終わります。天皇陛下からお言葉を賜ります。本日戦没者を追悼し平和を記念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来すでに73年、国民のたゆみない努力により今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、苦難に満ちた往時を偲ぶ時、感慨は今なお尽きることがありません。戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ、ここに過去を顧み、深い反省とともに今後戦争の惨禍が再び繰り返されぬことを切に願い、全国民とともに
戦陣に散り戦火に倒れた人々に対し心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。